1980年代、日本中を一世風靡した男性パフォーマンス集団一世風靡セピア。少し年配の方はもちろんですが、今の若い世代の方でも一世風靡セピアの名前を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。本日は、そんな一世風靡セピアのプロフィールと、その後を紹介させていただきます。一世風靡セピアは、1983年に結成された路上パフォーマンス集団、劇団一世風靡から派生したユニットです。劇団一世風靡は、ディスコで知り合った仲間で結成されたグループで、初期メンバーは12名でしたが、最盛期は50名ほどのメンバーが所属していました。彼らは毎週日曜になると渋谷区の NHK 前の路上で、ダンスやストリートパフォーマンスを披露していました。レコードを発売するにあたり、歌やりたいやつ手あげろ、と募ったところ、小木茂光さん、相川翔さん、柳葉敏郎さん、西村家計さん、晴海志保さん、松村冬風さん、竹野勲さんが手を挙げ、この7名で一世風靡セピアが結成されたのです。それぞれの色を持った奴らを混ぜ合わせたらどんな色になるだろう、というのがセピアの由来の一つだったそうです。結成から1年後の1984年に、一世風靡セピアは、今、我に正直に生きてみたい、でポスターデビューをした後、音楽活動を開始し、前略、道の上より、で歌手デビューをします。一世風靡セピアのデビュー曲、前略、道の上よりは、冒頭部分の、そいや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 、という勇ましい掛け声からスタートします。この、そいや、の掛け声は、一世風靡セピアの象徴的なイメージになりました。ソイヤは正確にはソイヤと書きます。ソイという言葉は考え、願いという意味があるそうです。ソイヤは単純な掛け声ではなく、メッセージが込められていたんですね。前略、道の上よりの歌詞は人生そのものに問いかける内容となっていて、熱い世界観が魅力です。聴いているだけでテンションが一気にマックスになるほどの名曲と言えるでしょう。デビュー曲、前略、道の上よりは、40万枚を売り上げるヒットになり、一世風靡セピアは一躍その名を知らしめました。その後も次々と曲をリリースします。当時、一世風靡セピアのメンバーは、ズートスーツという衣装がトレードマークになっていました。ズートスーツとは、丈の長い上着とダボダボのパンツが特徴的なスーツスタイルです。現代のスーツトレンドとは対極のスタイルですよね。俺たちは、今の社会に取り込まれたくない。あくまでも自分たちのやりたいことをやるんだ、という一世風靡セピアの主張が、当時の若者に強い共感を生みました。人気歌番組、夜のヒットスタジオの初出演が決まった際に、提案した演出の希望が通ったため、NHK 紅白歌合戦のオファーが届いた際にも、劇団一世風靡として寸劇を披露している渋谷の NHK 前広場からの生中継にしろ、との希望を出しましたが、あっさり制作側から拒否されてしまいます。その後メンバー内で紅白への出演を話し合ったが、出たくないという意見が多かったため、出演しなかったそうです。後に相川翔さんは、あん時、出ときゃよかった、と語っていました。1985年に竹野勲さんが脱退してからは、6人でのパフォーマンスとなりました。一世風靡セピアのヒット曲の中でも9作目となる、汚れっちまった悲しみに、は彼らの代表曲と言えるほど、ファン人気も高い曲です。汚れっちまった悲しみに、は、アニメ、先駆け、男塾、のオープニングテーマとなっていて、一世風靡セピアならではのかっこよさに痺れることができる名曲と言えます。一世風セピアのメンバーはみんな我が強かったので、喧嘩は日常茶飯事だったそうです。相川翔さんは当時メンバーの松村冬風さんと仲が悪かったと話しており、喧嘩が始まると激しすぎて服をビリビリにする芸人みたいな喧嘩もしたようです。あまりにも激しいので、タオルで片手を縛って喧嘩をする制限ルールを設けたとか。プライベートでも尖っていたんですね。よく中野英雄さんや勝俣国和さんが一世風靡セピアのメンバーだと紹介されることがありますが、彼らはセピアの母体の劇団一世風靡のメンバーであり、セピアのメンバーではありません。こうして次々とヒット曲をリリースしていた一世風靡セピアですが、1989年に突然卒団宣言をします。当時の一世風靡セピアは、いつまでも現在のメンバーがセピアだと思わないでほしい。俺たちはいつまでもこの形にこだわる気はないと個人の活動を歓迎するような風潮がありました。一世風靡セピアがレコード会社と交わした契約書には、いつ解散してもかという項目が書かれていると噂されたほど、個々の活動を重視していたそうです。
あまり知られていないことですが、グループを結成した時、メンバーは七箇条からなるセピアの誓いを作っていました。その中の一項には引き際が肝心と記されているのです。それもあってか卒団を協議した時も、個々の活動が活発になっている現在、グループとして中途半端な形で残っていても意味がないといった意見が多く出たことにより、一世風靡セピアは解散という結論に踏み切ったのです。こうして結成からわずか5年という短い期間でしたが、確かな足跡を残した一世風靡セピアは惜しまれつつ解散しました。それでは一世風靡セピアのその後、まずはリーダー小木茂光さんの現在の姿がこちら。当時より優しい印象ですね。解散後は役者へ転向し、冷徹なエリート役などクールな役柄を持ち味に活躍しています。映画オールウェイズ三丁目の夕日、ドラマ一つ屋根の下、踊る大捜査線、相棒、大河ドラマ軍事官兵衛、女城主直虎など数多くの出演作があります。本当にたくさんの作品に出演し、今や小木茂光さんは俳優の中でもいなくてはならない存在になっています。踊る大捜査線に出演した際には、一世風靡セピアのメンバーだった柳葉敏郎さんと共演され、一世風靡セピアを知る年代で話題になりました。俳優になる前はファッションデザイナーをしていたという小木茂光さん、身長も高いのでモデルも似合いそうですね。一世風靡セピア時代、相川翔さんと柳葉敏郎さんが喧嘩していたという話はよく聞きます。そんな喧嘩を止めるのが、実はメンバーの中で最強と言われていた小木茂光さんの役目だったそうです。この時のブチギレた様子が相川翔さんを震え上がらせたこともあったとか。小木茂光さんは一世風靡セピアのメンバーに恐れられる存在だったんですね。あまりにも素行の悪いメンバーの家には小木茂光さん直々にお家へ訪問されたこともあったそうです。プライベートでは小木茂光さんは結婚されていますが、奥さんについては情報がなく、どんな方かはわかりません。子供は一人いるようです。競馬好きでも知られており、競馬番組競馬コンシェルジュで長年司会を務めています。100円の馬券が30万円になったという経験もあるそうですよ。俳優として第一線で活躍し続ける小木茂光さん、これからも多くの作品に出演し、存在感のある演技を見せてくれることでしょう。続いては相川翔さんの現在の姿がこちらです。フレームが特徴的なメガネをかけている印象が強い相川翔さんは、メガネ好きでメガネブランドサムライショーをプロデュースしているほどです。1988年にミュージシャンの長渕剛さんから出演依頼を直々に受け、ドラマトンボに出演しました。1990年にはその存在感と演技力を買われ、ネオチンピラ、鉄砲玉ピュ、獅子王たちの夏の主役に抜擢されます。その後も数々な作品に出演し、2004年に出演した映画ゼブラーマンで主演作品100本の快挙を成し遂げました。特に V シネマ作品への出演が多く、竹内力さんと共に V シネマの帝王と呼ばれるようになります。2005年の日本アカデミー賞では優秀主演男優賞を受賞しました。近年はバラエティ番組にも出演する機会が多くなり、面白い素顔を見せてくれています。プライベートでは1995年に元女優の青地久美さんと結婚されました。相川翔さんが一目惚れをしてぐいぐいアプローチしたんだとか。青地久美さんは離婚歴があり、3人のお子さんがいたため、結婚後すぐに父親になった相川翔さん、その後実子も2人生まれ5人の子持ちとなりましたが、教育方針は全員平等で、全子供に対して隔てなく接しているそうです。2010年には孫も誕生しました。若々しいおじいちゃんですね。朝日の昇る前から起き、家族が目を覚ます前に散歩をするためか、夕方にはすでに眠くなり、20時か21時にはとこに入るという生活を送っているとか。そんな相川翔さんの趣味は釣り、ゴルフ、昆虫採集です。カブトムシ好きなことで知られていますが、2015年は育てたカブトムシのうち1匹が全長 88mm に達し、世界記録級の大きさだったため、カブトムシ飼育ギネスコンテストで見事ギネスを獲得しました。また同年に羽化させたカブトムシの2匹が、一説には確率1万分の1とも言われる雌雄同体であったことが判明します。北海道遠軽町マルセップ昆虫生態館特別学芸員に就任しており、2012年には特設展示コーナー相川翔兄貴の森が設置されました。
相川翔さんは運動神経抜群で高校生時代には器械体操部と陸上部を掛け持ちしていたそうです。体育教師になりたくて日本体育大学に推薦で入学する予定でしたが、入学願書を出し忘れてしまい夢は叶いませんでした。そんな相川翔さんですが、実はダンスは全然踊れず、踊っている時は柳葉敏郎さんの後ろに隠れていたそうです。パフォーマンス集団のメンバーだったのに踊れないのは意外でしたね。2023年は生まれ故郷である鹿児島で制作される映画の主演に抜擢されました。これからも俳優、タレントとしてますます活躍の場を広げていくことでしょう。続いては柳葉敏郎さんの現在の姿がこちらです。渋い中年になってますね。一世風靡セピアの活動と並行してバラエティ番組金ドン、良い子悪い子普通の子おまけの子に吉川先生としてレギュラー出演していました。当時の年配の方にはこちらの姿の方が馴染みが強いかもしれませんね。1988年以降は多くのトレンディドラマに出演し、芸能界内で元祖トレンディ俳優と言われるようになりました。その後、1997年から放送された踊る大捜査線シリーズの室井慎二役は一番の当たり役となり、実力派俳優としての地位を確立しました。さらにお笑い番組や旅番組などいろいろな番組に出演し、マルチな才能を発揮します。プライベートでは1997年に13歳年下の一般女性と結婚しました。1999年に長女、2008年には長男が誕生しています。柳葉敏郎さんといえば酒癖が悪いことでも有名です。酔っ払う前は体育会系で礼儀正しいのですが、酔っ払ってくると失礼な絡みをしてしまうようです。酒豪で知られる和田アキ子さんが、柳葉敏郎さんとは一緒に飲みたくないと言っているほどなので、相当のようですね。また柳葉敏郎さんはご自身の田舎である秋田で子供を育てたいという思いが強く、2000年に家族で秋田へ移住しています。そんな柳葉敏郎さんの原動力は、愛する家族であり故郷の秋田だと語ります。東京に骨を埋めるつもりはなかったと地元に居を構えて以降は、家族や地域との触れ合いを大切にしながら、東京など仕事先と行き来しています。2016年にレギュラー出演されていたバラエティ番組が終了すると、テレビで姿を見る機会が減りました。移住し、仕事をセーブしているのではないかと言われていた柳葉敏郎さんでしたが、2023年後期の朝ドラ、ブギウギで、ヒロインの父親役での出演が決まります。36年ぶりの朝ドラ出演で大変だったことを聞かれた柳葉敏郎さんは、僕、個人的には、ぶっちゃけ大阪弁が邪魔。どんだけ自分の中で葛藤があったか、と語っていました。秋田弁の印象が強い柳葉敏郎さんが喋る関西弁は必見ではないでしょうか？発表記者会見では出演が決まったことについて、これでまた少し仕事が増えるかな、本当に喜びました、とジョークを交えながらコメントした柳葉敏郎さん。これからまたテレビで様々な演技を見せてくれそうですね。続いては西村家計さんの解散後の活動がこちらです。西村家計さんは一世風靡セピア内でコミック担当グループレゲロおたけの勲さんと共に結成されていました。男気あふれる一世風靡セピアの中で唯一柔らかな雰囲気がある方でしたね。解散後はドラマなどに出演していましたが、その後芸能界を引退し、青山で会員制のバーを経営していたそうです。彼のバーには一世風靡セピアのメンバーたちも訪れることが多く、人気店として知られていました。2021年に原発不明がんと診断されて手術治療を続けていたという西村家計さんですが、2年ほどの闘病生活の末、2023年2月25日に亡くなられています。去年61歳でした。告別式には一世風靡セピアのメンバーたちも参列したようです。優しい性格でメンバーから慕われていた西村家計さんの訃報にメンバーは大変悲しまれていました。西村家計さんのご冥福をお祈りいたします。続いては晴海志保さんの現在の姿がこちらです。数多くの作品に出演しているので見たことあると思った方が多いのではないでしょうか。解散後は、晴海志保さんは基礎ができていないと思ったようで舞台の方に進みました。その時の稽古のおかげで基礎が出来上がると、数多くの映画やドラマに出演するようになります。プライベートでは一世風靡セピアで活動していた頃にはすでに結婚していました。子供が生まれて間もなく一世風靡セピアが解散したことで仕事がなくなってしまいます。
晴海志保さんが仕事がなく家にいることが多くなっても奥さんはなんとかなると言い、文句も言わず支えてくれたそうです。そのおかげで仕事がなくても明るい家庭だったと語っています。その後、晴海志保さんは存在感のある演技で主人公を支える名バイプレイヤーとして、シリアスからコミカルまであらゆる役柄を巧みに演じ分ける名優となりました。2018年にはアンナチュラル、オッサンズラブといった話題の作品に数多く出演し、同年の日経エンタテインメントでは出演本数ランキングで3位になるなど、名脇役として活躍されています。ちなみに私はライアーゲームでの姑息なプレイヤー役が一番印象に残っています。晴海志保さんは家族に支えられ、今後も多くのドラマで素敵な演技を見せてくれることでしょう。続いては松村冬風さんになります。解散後しばらくは舞台を中心に俳優活動をされていました。2004年にヘイヘイヘイミュージックチャンプ、25年ぶりにメンバー7人が揃って出演したのを最後に芸能活動はされていないようです。どうやら芸能界を引退したようで、現在は本業のコンピュータープログラマーをしている、舞台の裏方をやっているなど、いろいろと情報が飛び交いましたが、はっきりしたことは分かりませんでした。残念ながら現在の姿を確認することはできませんでしたが、一世風靡セピアのメンバーの中でも1、2位を争うイケメンだった松村冬風さん、今はイケオジになっているのでしょうか。またメディアの前にも元気なお姿を見せてほしいですね。期待しています。続いては竹野勲さんの現在の姿がこちらです。味のある風貌となってますね。セピア在籍中に金ドンの1コーナー、良い先生悪い先生普通の先生で悪い先生悪川先生を演じ、人気者となりました。竹野勲さんは1985年に一世風靡セピアを途中退団しています。東京の水は合わない、埼玉で頭丸めて蕎麦屋をやると本業の蕎麦屋店主に専念したいというのが脱退理由だったそうです。セピアを脱退後も劇団一世風靡のメンバーとしては活動を続け、劇団一世風靡が解散を迎えた後も俳優としての活動を継続しています。個性派俳優として大ヒットドラマにも出演しており、多くの映画作品にも出演しています。現在も唯一無二の個性が感じられるベテラン俳優として高い人気を獲得しています。プライベートでは公式に結婚や奥さんについての発表などはありませんが、どうやら結婚はしているようです。公表していないことを考えると、奥さんは一般の方という可能性が高そうですね。一世風靡を卒団し専念すると言っていた蕎麦屋ですが、それほど続かずに閉店してしまっていたらしく、専念していたのは少しの間だったようです。今の活躍を見る限り、役者の方が転職だったと言えますね。現在も俳優一本で映画やドラマなど数多く出演され、その地位を確立されています。今後も竹野勲さんにしかできない役を演じてくれることでしょう。メンバー7人中5人が俳優として一線で活躍されているなんてすごいですね。いつかこの5人で共演した作品を見ることができたら嬉しいです。ちなみに私は一世風靡セピアのメンバーの中では松村冬風さん派でしたが、皆様は誰派でしたか？当時は松村冬風さんのクールビューティーなルックスに憧れていました。松村冬風さん派は少なそうなので、そうでなくてもグッドボタンを押してコメントしていただけると嬉しいです。1980年代に一世を風靡した一世風靡セピアとメンバーのその後を紹介させていただきました。これからも昭和のスターの素晴らしさを伝えるべく動画を配信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。